読者キャラバンドットコム岩田です。今日はこちらユニオン島です。カメラ室長さんです。お願いします。お願いします。明日の、まあ、だいぶまだ明日の11時なんで、夜の11時なんで、それ時間はまだね、はい、明日以上なんで、ユニオンの160キロの空気があるのもう、はい、ユニオンと来られて、うん、お印象とか感想とかどんな印象を持たれましたか？やっぱりなんかすごいね、山の雰囲気がすごくいい島だなっていうのを思いますね。なんかこう南の島でありながらも日本みたいなトレイルもあったり、なんかすごくバラエティに富んでる、あとそれとね、一番びっくりしたのはね、とにかくこの島全体のそのトレラン熱の凄さというかね、本当にまあ老若男女を問わず、本当にいろんな人たちがこう日常的にこう山を走ってるっていうのは、あれは本当にびっくりしましたね。ね、まあ、それだけやっぱりこのね、レユニオンのレースの、この島におけるその重要度っていうかね、注目度っていうのがやっぱりよくわかるなという気がしましたね。まだコースはそんなにご覧になってないというところですけれども、はい、まあ、こちらで、ね、ランナーのコミュニティとかもありまして、あとまあその選手とも、フランスワーゲンに、CGNB で一緒に、ほかにも、アントワン・ビルランとか、まあ、そういう、ある意味、そういう出会いについて、出会いというか、再会というか、そういうようなこととかもやっぱり。いやもちろんね、もうアントワンヌとね、フランスについてもう日本に来てくれてますね。あのね、アントワンヌは UTMF で、フランスはね、カンナに来てまして、まあ本当その時からのね、本当にまあこう縁というかあって、ね、またね、この日本から遥か離れたね、この島でまた再び会ってね、また一緒に走るっていうのは、まあ本当にまあ嬉しいというかね。まあ、2人ともね、すごくこうジェントルマンというかね、すごく話してもね、優しい感じで、まあ本当に、まあ、2人とも大好きですね、僕はね。レースの話になりますけれども、今、北浦さんがね、UTMB のシャモニーでお二人伺った際の、まあ、新しい挑戦ということで、自分の中でテーマ。はい、そういう意味では、まあ、これは初めてのレースですね。まあ、こう、そういう意味ではどうなんですか、こう緊張、あるいはこう恐ろしいという気持ち、あるいは楽しみだという気持ち、いろんな、まあ、ご自分の中で感じると思うんですけど、今、この時点で、現実ではどんな気持ちがいいか、心の中で。ちょうど昨日、僕は45歳の誕生日を迎えて、まあ、本当に40代の初め、まあ、30代後半からこの5年間、6年間というのは本当にこう、まあ、本当に全てを UTMB に、まあ、捧げてきたという、まあ、なんていうかね、まあ、そういう自分の中の、まあ、そういった時代だったかなという感じがしてますね。で、僕はまあ、今度は新しい第2セクションっていうかね、50までのこの5年間っていうのは、ちょっととにかくね、新しいチャレンジをしていきたいっていう、そういう5年間にしていきたいなっていうふうに思ってるんですよね。まあ、そういった中でね、このグランドレズレユニオンは、まあ、実はその何回もヨーロッパ行く中でね、まあ、セバスチャンをはじめとしたね、フランスの友人たちが、お前なんでレユニオン出ないのかっていうふうにいつも聞かれるんですよね。で、レユニオン、ジャコナデデープのね、その言葉がずーっと残ってて、いつかは出てみたいっていう、実はもう3、4年くらい前から出たい出たいっていう声があって、ただやっぱり UTMB との、まあ、こう並行はできない、もう1ヶ月半しかね、非常にないので、まあ、ここで、まあ、この第2セクションの後期5カ年というかね、そこでちょっともうまずは一発目としてね、チャレンジしてました。で、まあ心境とすると実は今までにないくらい、ワクワクしてます。ワクワク本当にワクワクして、
この間今年もね、6月にあのワイオミングで行われたね、あのビッグホーンで、はい、出たんですけど、あの時も初めて走るトレイルを、うん、トレイルレースに出ることのその喜びっていうか、うん、一歩踏み出す全てのねステップが全て初めての景色への切り裂くね第一歩なんで、まあ、それがなんていうかちょっとやみつきだったかなっていう、うん、まあ、そういった意味でもね非常に明日ワクワクしてますね。こうちょっとまあ、あの素人の質問ですけど、レース展開というかどんな風にこう進めていこうとか、うん、ライバル選手はこう出るんじゃないか、なんかそんな予想されていることとか。そうですね、まあもう何といってもね、このレースはもう目玉は、まあ、キーアン・ジョルネ、はい、キーアンだと思ってますんで、はい、まあね、彼のレース展開を云々にやっぱりこう左右されないようにするのがまず、うん、もうちょっと大きなポイントかなっていうふうに思いますね。やっぱり僕が今まで出てきた中でも最もやっぱり困難なレースだと思ってますね、うん、やっぱりそのアップダウンの凄さも、あとその暑さですよね、うんうんうん、だからその中でやはり、まあ、自分のスタイルである後半からこう、プッシュしていくっていうスタイルでいきたいなと思います。あとね、ちょっと気マークというかね、やっぱりちょっとこう少し意識するのはアントワンヌですよね。やっぱりアルタギューニョはやっぱりいつもこうなんていうかね、スマートな展開で上がっていくので、まあ、彼なんかを少しこう、まあ、意識、まあ過度に意識する必要はないと思うんですけどね、まあ、少しこういい流れでなんかこうお手本があるわけなんでちょっとまあ少しまあ見習うような感じでいこうかなと思ってますよね。さらにちょっと伺いますけど、はい、例えば目標とする順位とか、タイムとか、成績とか、なんか気持ちの中にありますでしょうか。いや、やっぱこのね、本当に過酷なレースで何位になれっていうのはちょっと難しい話だと思うので、まあ、僕いつもそうなんですけども、とにかく自分の持ってるエネルギーを、まあ、全てね、このレースにぶつけて、で、まあ、出た順位というか、たどり着いた順位が、まあ、自分の最終的な、まあ、目標とすべきはずであったら、多分順位と多分一致すると思うので、うん、特に難易っていうのは本当にないですね。まあ、もちろんさ上位に入れれば、それに越したことはないですけどね。まあ、本当に、最後はだから本当にね、エネルギーを残さずに、ゴールすることだけ。それが一番の目標ですかね。うん、それしかないですね。コンディションもね、こう、良いというような感じで、こう、いろいろ周りからもかかってますので、そう、自分の落ち着くべきところというのは、結構いいところに着くんじゃないかと、期待したいと思っております。というわけでですね、グランデーゲーム、ルギアの試合は、こちらの17日木曜日の夜11時ですから、日本の時間でいうと、金曜日の超早朝の朝午前4時ですね、はい、スタート、私もドルタキャマドットコムでお伝えしてまいりますので、ぜひ皆様もご注目くださいということでですね、45歳を迎えて初めてのレースを明日に控えた冠城さんですが、ぜひ日本から応援お願いします頑張ってください。はい、ありがとうございました。